日英博覧会の公式ガイドブックイムレキラルフィー、ムツヒロキチ日英博覧会は、イギリスのロンドン市、ホワイトシティクで、1910年5月14日から、同年10月29日まで行われた日本政府と、イギリスの博覧会会社イムレキラルフィーが共催した、博覧会である。日本初の国際総合博覧会であり、20世紀。 初頭の西洋における日本に関する最大の催しとなった。1902年に結ばれた日英同盟のもと3年余りの準備期間を経て1910年5月14日から10月29日に開催された。シェバーズ、ブッシュの19万坪の敷地内に日本歴史館、日本の統治下にあった台湾、朝鮮、満州に関する展示を行う東洋館。 日本政府、象徴展示館などの大規模な会場が設けられ、展示品は5万4000点以上に上った。日本にとっては、日本の近代産業を同盟国かつ世界有数の経済大国であるイギリスに広く紹介し、通称の活性化を狙ったものであると同時に、日清戦争や日露戦争の勝利の結果、欧米の列強と肩を並べる規模に至った植民地経営と、 それがもたらす資源について誇るものである。同所で1908年に、普通営博覧会を運営した、工業式ラルフィーからムツヒロ基吉を通して、博覧会開催を誘われた日本政府は、主催者が、英国政府でなく一工業種であることや1912年に、日本で大英国博覧会開催を予定していたことから一度は、開催を断ったが、1908年から外務大臣に就任した。 小村寿太郎の強力な後押しがあり、開催に踏み切った。当時、1904年のセントルイス万国博覧会の成功が、ポーツマス条約の締結に大きな意味を持っていたと考える政府関係者が多く、博覧会への参加は重視されていた。しかし5月6日に、イギリス国王エドワード7世が救世し、前衛がもに服したために開催が危ぶまれた。 開会式は中止され、新聞などが祝祭的な記事の報道を自粛したために残されている記事は少ない。名誉総裁は伏見の宮定なる新能で、日本側は開催に際して208万円の費用を注ぎ込み、会場における敷地面積はそれまでに参加した、博覧会をしのぐ22,550平方メートルに及んだ。国宝の海外搬出に対しては、 議論があったが、井上薫の断行で、苦内省のおものをはじめ多数の国宝が投影したことから、フランスやドイツなど近隣諸国からも観覧者が多数、来場し、蒸気のように、イギリスがもに服したために、開催や集客が危ぶまれたものの、開催期間の合計で835万人の観客が訪れ成功を収めた。なお、世界遺産となった。 明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業の年代設定の加減を1910年としたのは、この博覧会の成功により、産業国家の仲間入りを果たしたとみなされたことによる。男爵、大浦兼武の筆による、平和博覧会で展示されたものの一つ主要な施設として、歴史宮、産業宮、芸術宮などがあった。 日本の美術品や建築模型が多く展示され好評を博した。また、東洋宮と呼ばれる区画では、台湾や朝鮮、満州などにおける植民地経営とそれがもたらす豊富な資源や文化についての展示が大大きい。さらに、陸軍からは、陸軍富山学校軍学隊長長健い県氏以下36名の軍学隊が、海軍からは巡洋艦、イコマが派遣されている。 これらの公式展示とは別に余興区画が作られ、数十人の力士団もロンドンに渡って土俵を作って相撲を披露。日本人農民も農村風景を描いて米田原製作の実演日本の伝統的な農村風景を紹介した。その他、アイヌや台湾のパイワン族が住み込みで生活の様子や民族舞踏などの展示を行った。また、農学者でもある公爵。 松平康思想がザ・カルチャー・オブ・カキを出品した。この余興部には156人の芸人や職人、アイヌ10人、台湾の鉱山族24人が参加して評判になったが、わらぶきの汚い小屋の中でハンダの職人が桶や傘を作る姿を動物園よろしく外国人が金を払って見ているのを不快に思う在営法人も少なくなかった。 英国側からの出品は小規模だった。これは英国側の開催種であるイムレキラルフィーがインド帝国博覧会、大英帝国博覧会など帝国主義的な国際博覧会を商業ベースで成功させていた工業史であったことから異国趣味を喜ぶ大衆向けに日本風俗の見せ物工業を強調したものとなったことやイギリス政府の補助金がなかったことなどが理由とみられた。 そのため、日英ファクトは、名ばかりの英国における日本展であるとして、失敗と見る日本人政治家、ジャーナリストもあった。ホワイトシティの博覧会場工業主のイムレ・キラルフィーは、ハンガリー生まれの元旅芸人で、一家で、キラルフィー一座を率いて、欧米各地で音楽やダンスのショーを巡演していた。ミュージカルの講師とされる、ザ・ブラック・クルックやパリの人気舞台、 80日間世界一周の再演などでの大胆な演出が受けて、ニューヨークで大成功を収めた後、屋外工業に進出して、シカゴ万国博覧会でショーを講演した。イギリスに渡り、ホワイトシティにスタジアムや展覧会場、人工庫などを持つ博覧会用の施設を作り、1908年に普通博覧会を開催、英仏の文化の展示や、 植民地のセネガル人150人を集めたセネガル村を見せ物とし800万人を集客した。これに続き同会場を使って日英博覧会を開催し、その後1912年にラテン英国博覧会、1914年に英米博覧会を手掛けた。ABCDE 日英博覧会の評価についての一考察、伊藤大輔 国学院大学企業33号 ABCDE 日英博覧会公式資料と関連文献修正エウレカプレス楠本モトマチコ国際関係史から見たバンコク博覧会1904年セントルイスバンコク博覧会を中心に法制論争 43pp 22から 38https コスラッシュスラッシュ2 a c j p スラッシュ nait スラッシュ110006343461明治日本の産業革命遺産九州山口と関連地域推薦所外務省フランコブリティッシュエキシビジョン1908ミュージアムオブロンドンハットジャパニーズゲートウェイボードオブトラスティスオブザロイヤルベタニックガーデンス9 ありがとうございます。